はい、皆さん、こんばんは、熊谷康政です。今日はですね、もう今日誰のっていうわけじゃなくて、僕がよく使ってる、めちゃめちゃ使える、コンディミーの時のセブンスのボイシング、両手の、オープンのボイシングを紹介したいと思います。一瞬で終わります。それでは、行ってみましょう。はい、それでは行ってみたいと思いますが、もう一瞬で終わりますね。B フラット7とかが結構弾きやすいんですけど、こんな感じ。ルート B フラットでしょ。これですね。これが、ほぼもう手当たり次第に弾いてけって感じですね。左手はまあ、トライトーンとフラット13でいいんですけど、右がフラット9、サード、シャープ11、13、1度。こんな感じ。すると、まあ、普通に2-5で、何がいいかな。F マイナーと、こう来たら、こんな感じで。感じでいけるんで、まあそんでこれセブンスが下になった形ですけど、例えば C7 とかで3度が下になったら、まあこんな感じでいいんじゃないかな。313セブンスにして、右は一緒でも5個使います。フラット9、3度、シャープ11、13、1度。こんな感じ。B フラットならこう。こんだけ。もうコンディミスね、完全に。という。まあこれもうしょっちゅう死ぬほど使ってるんで、おすすめです。今日は以上です。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さよなら。